先日の情報によると8月半ばの復帰を目指していた西川選手なんだけど、どうやら8月の初旬には戻る計画を立てているみたい。ちょっと心配じゃが、西川選手の言葉に強い意志を感じるわい。西川選手は、もう大丈夫です、半ばまでかからないですね。多少痛くても戻るつもりやから、再発したらドンマイです。前回やった時もある程度動けるようになっていった。と早期復帰を目指している様子だったよ。痛みが出始めた7月5日の阪神戦から5割程度の力でスイングしてたみたいなんだけど、復帰後も力を抑えつつプレーしていくのかな。それでも西川選手の技術ならうまくやれそうじゃが、悪化するのは本当に怖いわい。そんな西川選手に対してファンの反応はというと、西川の主力としての自覚がこの言葉から見て取れる。選手として成熟した頼りになる男だよ。本当にこんなこと言うタイプだとは思ってなかったけど、今年にかける思いがあるのかな。無理して悪化するリスクもあるけど、西川みたいにチームの中心選手はどこかしら大なり小なりの故障を抱えているのだと思う。無理なら新井監督がゴーサイン出さないと思う。しげるなら頑張れ。8月から9月が優勝を目指す上で正念場だもんね。本人も意識してるから復帰を急ぎたいのでしょう。気持ちはわかるけど、万全にして戻ってきてほしいと思ってしまう。今はチームメイトを信じて、9月の最終盤で復帰でもいいと思う。早期復帰なら結果を出さないと厳しい意見も飛んでくる。チャンスを潰せば本人にもチームにもダメージは大きいよ。優勝したいから無理してでも出る気なんだろうけど、相当な覚悟がいるよ。龍馬が打線にいてくれたら厚みが全然違う。早く帰ってきてほしいと言いたいところだけど、選手生命に関わることだし、本当大事に言ってもらいたい。本人が出たいなら出してあげればよい。西川もそれなりの覚悟があるからそう言ってるんでしょう。もちろん本当に無理なら監督たちが出さないと思うし、出られると判断したならこれほど頼りになる男はいない。絶対優勝しよう。前も同じ症状で同じように無理したから癖になってるんじゃない。もう若くないし、うまく怪我と付き合っていくしかないかもね。その上で出られるならまた活躍してもらいたい。西川は最多安打、首位打者も狙えるし、チームも個人も最高の結果で終われるように願う。実際に判断するのは西川選手や新井監督だから、ファンとしては心配だけど、無理せず頑張ってもらいたいね。ということで、西川選手の復帰に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。